信濃町立古見小学校は、長野県上見野地群信濃町大技古見にあった公立小学校。1873年に、歌唱の地理学校が設置された際に、古見に志が設置された。1889年信濃尻村、古見志向となった。1894年古見尋常小学校と、改称。 1923年、古見神城高等小学校と改称した。その後、1935年、古見青年学校、1941年、古見国民学校を経て、戦後の1947年に、古見小学校と改称した。同じ年、古海中学校が併設されたが、1954年道中、学校は統合により、品野寺里中学校へ移った。 1992年、1873年当時からの歴史を持つ熊坂文庫が並行となった。1997年、ベラルーシ大統領のアレクサンドル・ルカシェンコが来学した。新潟県との県境にあたる品の町の北東部と町の都市街から少し遠い場所に位置する。交渉には姫木夫町が用いられており、特色ある教育として、 姫岐府町を用いている。平成18年度には、児童数が29人となるなど極めて少ないため、同町内の別の4小学校と統合して一つの、小学校となり、品野町立品野中学校との小中一貫教育を2012年4月より開始。ありがとうございます。